こんばんは、ブルーアーカイブ野々宮区三浦千雪です。はい、皆さんこんばんは、はるか役の石飛えりかです。この番組は現在放送中のブルーアーカイブ G アニメーションの話やブルーアカの魅力、そして最新情報を先生にお伝えしていく番組です。ということで5回目、世間はゴールデンウィークですか。そうだ ね、祝日入ってるからきっとリアタイしてくれる先生とかも多いんじゃないかなと思いますけど、見てなんか私たち今日すごいさ似てるね。ここ開けるね、開けられてきてよ。私ここも開いてんのすごいよね、そこすごいでしょ朝からえぐられてきてるから、私もじゃあどっかの CM のタイミングで開けようかなここ自分から一気に込み入れていくんで、ね、こことかだって肩えぐられてるって毎回言われるから。私今度私がえぐられてるタイプねということでボロボロだよ、はい、あのボロボロな2人で本日はお届けしていきたいと思いますよ、はい、そして今日は何よりね、やっとさが来てくれるからね。お行儀よくしなきゃって言ってたのにさ、早速いじられて確かに縫っとこうかなそうだよね、閉じよっか閉じよっかな、うん、そうだよ、もう本当にお行儀よく、うん、そうだよね、おしとやかに、はい、おしとやかにお届けしたいと思ってるので、はい、先生たちもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちゆさん、はい、ゲスト様をおもてなしするわよ。えりさん頑張るざます。それではそろそろ始めていくでガンス、ブラーカラジオ先生始まるでフンガこの番組はヨースターの提供でお送りします。皆さん楽しい週末を過ごされたみたいですね。委員長なんだからほらちゃんとして。いやセリカちゃんは相変わらずツンデレだね。それでは皆さん定例会議を始めたいと思います。行き倒れ、シロコちゃん、こちらの方拉致してきちゃったんですか。ついに犯罪に手を染めて、問題が発覚する前になんとかもみ消さないと。ああ、お待ちしてました先生、よろしく。私たちは便利屋68、何でもやよ。私たちアビドス高等学校廃校対策委員会、よろしくね。じゃあまた明日。はい、改めましてブルーアーカイブ野々宮役三浦千雪です。はい、はるか役石飛えりかです。では早速ですが、ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、先生こんばんは、白子役小倉優衣です。よろしくお願いします。ようこそお願いします。なんか落とした今。気にしなくていい。ただそんなことどうでもいい。挨拶したかオープニング、いつもやられてる感じで、今日初めてなんです。今日初めての、はい、何でしたかも記念すべき、はい、私たちもよく分かってないですでも可愛かったです。よかった、可愛いよ、本当に褒められた。よかった、よかった、嬉しい。よく分からなかったけど私たちもよく分かってないですけれども皆さんが来てくださいました。先生たちもね、もう小倉さんがゲストで発表されてからすごいツイッターとかでもね、だいぶ盛り上がってくれておりましたが、ありがとうございます。かわいい、二人もかわいい。かわいい、開いてるんですけどね、ちょっとどこも開いてなくて、なんか開けた方がいいですかね。そんないいんです、大丈夫ですか。存在が見てくれるだけでそれでいい。なんか奇跡的に音がするマリオみたいな音がなんだろうこれ、すごい気になるんですけれどもね、進めていきたいと思います、うん、ちゅうちゃんは小倉さんとはザブロアカ初めて、初ですね、アフレコの時かな。そうですね、じゃあそこで初対面で、うんうん、なんかお話ししたりとかしました。
なんかマイクワーク大変って話をねやっぱりずっとその話をするなんかマイクワークがちょうど戻ったタイミングだったんですよね、うんうん、あの裏垢が、うんうん、だからみんなでなんかノイズ立てないようにとにかく頑張ってた記憶がある。確かに戦闘シーンとかもね結構多いですからね、うんうんうん、確かに確かにマイクワーク大変だった話毎回しちゃうなんかすごいドキドキしたって話よね、うんうん、確かに。エリちゃん、うん、私はただただファン、うん、ライブに突然、はい、突然というかなんか最後挨拶の時にえみたいな石飛ちゃんじゃないってなって、はい、もうただただファンなんで突然そうなんですねえ。いや、ね、ほんと普通にチケット買って行こうと思ってたんだけど、うん、あの豊田萌ちゃんがいや誘ってあげるよって言ってそんなに好きなら知らなくてそれまで、そうそんなにそう好きでいてくれたってことを CD も買ってました。あすごい嬉しい、素晴らしい、もう立派な立派なファンが嬉しいそうなんですよ、ね、なんで今日はドキドキしながらお送りしたいと思います。楽しみですそしてですね、小倉さんが演じるシロコについてもお話を聞いていきたいと思うんですけれども、うんうん、まずはキャラクターの説明をします、うんうん、アビドス高等学校所属、スポーツが好きなアビドス対策委員会の切り込み隊長。基本的に口数が少なく表情の変化がほとんどないため冷たい印象もあるが、実は誰よりアビドス高等学校を大事にしていると言っても過言ではない少女。学校の復興のためには手段と方法を選ばないため、たまに無茶なアイディアを提案したりするということで、確かにだいぶ白くあのね、アニメでもありましたけど銀行をそうとか急にね言い出したりと か、ね、なんかちょっと真面目にボケるタイプっていうのかな、確かに平然と面白いこととか言ったりして、うん、なんかアニメ内特にちょっと待ってよしろこちゃんって言われることがすごい多くてそうそう、それぐらいね結構先陣切って、うん、意外といっちゃうタイプ、うん、そうなんですよね。ではあって体力もすごいですよね、うん、そう体力もすごいし、うん、なんかアニメになって、うん、シルクの動きすごすぎて確かに改めてねそうそうそう、うん、かっこいいなって思いながら、うんうんうん、ね、アフレコの時はあそこまで映画まだなかったんで、うんうん、オンエア見てめっちゃびっくりして。そうですよね、そうそうキレキレだなと思って、うん、確かに今もねおっしゃってくれたんですけど、アニメで演じてみてやっぱゲームで普段演じていたシルクと、うんうん、アニメでこう動くシロコを見てなんかちょっと変わったなとか、うん、印象違ったなってとかあったりしますか？でもアニメだとよりシロコのたくましさっていうのかな、うん、確かになんかすごい出てて、うんうん、なんかアニメアプリだと結構可愛いシロコも多いんだけど、うんうんうん、やっぱその仲間との絆だったりとか、うん、戦闘シーンだったりでなんかみんなを守んなきゃとか、うん、学校を守るぞっていうその熱い思いがすごい出てるからこそ、うん、か結構かっこいいシロコが、いやかっこいい、ね、そうアニメでは見れるんじゃないかなって思って、そこは結構意識して、うんうんうん、だからまたゲームとは違う、うん、なんだろうシロコの魅力、うんうんうん、がアニメで出せたらいいなって思って、うんうんうん、演じました。確かに、うん、シロコってこんなにかっこよかったっけ、うんうんうん、ってアニメ放送されてからなんか改めて、うんうんうん、そうだよね思ったかもしれない、ね、熱いっていう、そう内面の内面の熱さっていうのかな、そう、うん、そういうのも確かに、なんかよりみんなとお芝居して、うんうんうん、ご自分も影響された部分もあるかもしれないですね、うんうんうん、確かに一緒にねみんなと撮ることによってよりそれが出たりとかもきっとありますもんね、うんうん、で現在4話まで放送されてるんですけど、うん、まあ、ここまで放送されてこうなんか結構気になったシーンとかってありますか、1話から3話で。でもやっぱ1話が結構なんかほんと感動して、なんだろう、やっぱみんな動いてる、このアニメの絵もそうだし、なんかシロコの部屋とか、お部屋のシーンとかめっちゃドキッとする感じ、なんかあの部屋着とかもそうそうそうありましたもんね、なんか気になる要素がほんといっぱいあって、あとやっぱ先生の出会いのシーンとかもなんか思い出だし、最新の4話もね、なんかすごいやっぱあの描かれる、うんうん、なんかようやくのアニメであのシーンが描かれるっていうのもなんか嬉しいなって思って、確かに、ね、先生たちも待ってたシーンがねいっぱいありますからね、うんうん、はい、ということで、ではここからはですねブルーアーカイブ G アニメーションのお話をするこちらのコーナーです。ブルーアニピックアップ、今日は4話の映
映像を見ながらお話ししていきたいと思います。まずはこちら。まだっつってんだろ。ついてこないでください。そうはいくか。あたいらに付き合いよ。私の方は特に用はないのですけど。この制服はトリニティの。任せて。大丈夫ですか？はい。なんだよお前らは。私たちはそいつに用があるんだ。そいつはキボトスで一番金を持っているトリニティ総合学園の生徒。サクッとラチって身の代金をたんまりちょうだいってな。ラチって交渉なかなかの在宅だろ。興味あるならお前らも乗るか。身の代金の分け前は興味ない。危なかったね。あ、ありがとうございました。私、アジタニヒフミと言います。ひふみちゃんか、よろしくね。それにしてもトリニティのお嬢様がなんでこんな場所に。それはですね、実は探し物がありまして、もう販売されていないものなんですが、ここでは密かに取引されているらしく。もしかして戦車。違法な火器とか生物化学兵器ですか。え、ですね、ペロロ様の限定グッズなんです。ペロロ？はい、これです。限定生産で100体しか作られなかったペロロ様のぬいぐるみです。はあ、ママフレーズですね。私も大好きです。ペロロちゃん可愛いですよね。分かってくれますか。はい。いや、何の話だかおじさんにはさっぱりだな。かわいい。かわいい。ひふみがね、満を持して登場してくれましたけれども、いや、白子もやっぱかっこよかったですね。早速かっこいい。ね、なんかやっぱさっきの話をしてから見るとよりそこでね、ね、気になっちゃいますけど。容赦がなかったですね。すぐ興味ない。ちょっと嬉しそうな感じでしたけど。いや、でもひふみちゃんもほんと、表情豊かで。かわいい。動くとより可愛い。そうなんですよ。本当にあの喋り方といい表情といいね、めちゃくちゃ可愛いなと思った。ペロロさんの気持ち悪かった。なんかアイスさ口みたいな突っ込まれたみたいな。ペロロ様だった、ね、めちゃくちゃいいねついてたよ。やっぱ人気なんだ。人気なんだ。ひふみちゃんがわざわざ買いに来るぐらいですからね。すごいね。なんかその後のね、すぐ武器だと思う対策委員会も。そうなんですよ。ちょっと物騒というか治安の悪さ、悪さというか。白先輩と白子とののみのあの悪ノリというか、ね、あそこいつもすごいですよね。ありますよね。いつも3段階ぐらい。ここ3段でやってください。本当よく出てた。可愛かった、うん。ではでは続いてのシーンいきましょう、はい、どうぞ。集金の際は受領証明書が出ますよね。その発行の記録が見つかれば証拠になりませんか。おお。あ、でも考えてみたら書類はもう銀行の中ですし無理ですよね、うん、ブラックマーケットの中でも強固なセキュリティを誇る銀行の中となってしまうと。ねえ星野先輩、ここは例の方法しか。お、例の方法。いや、あれか。そうですね、確かにあの方法なら。あれって、まさか。それって、あのことじゃないよね。あの、お話が全然。残された方法はたった一つ。ん？銀行を襲う。はい。白子、ちょっと待って。他にも何か方法が。大丈夫、犯罪の証拠を明らかにするだけ。それは、そうなのかな。了解です。貯めても聞く耳持たないでしょうし。そのごめんひふみ、私の想定が甘かったせいでひふみの分の覆面がない。私も仲間外れだなんて、それはかわいさすぎます。そんな私は全然気にしませんから。ひふみちゃん、こちらをどうぞ。やっぱり私もご一緒するんですか。
何言ってるのさ、ひふみちゃん。さっき約束したじゃん、今日は私たちを手伝うって。私、もう生徒会の方々に合わせる顔がありません。大丈夫、私たちは悪くないし。先生は？私も参加するよ。君たちのお金が犯罪に使われているとしたら、それは由々しき問題だしね。うん、それでは覆面水着だ、出発です。みんなの着替えのとこエモすごい、やっちゃった。有無を言わさずもかわいそうですからね。こういう時のののみちゃんいいですよ ね、強引で、うん、嫌な感じならないのがいいなって思って、うん、だいぶ白子も面白かったですよ。白子ノリノリですからね、ここ本当に銀行強盗言ってたやつをね、ちゃんと、うん、やっぱさっきも言ったけど3人は本当ノリノリ、いや思った、ね、綺麗に順番通りでしたもんね、1年生組はね、うん、って感じ。本当振り回してばっかりですよ ね、本当アフレコでも楽しかったですよね。楽しい、どんな感じだったんですか？わちゃわちゃしてました？してましたよね、うん、なんかわちゃわちゃしてたせいで別撮りになって、うんうん、あ、そうだったんだ、うんうんうん、なんか別撮りで、うん、それこそ花森さんとかが、うんうんうん、アドリブをするみたいな感じで、うんうん、楽しくやっ、あ、アドリブやってるなって感じ、ね、なんか前半はねこの辺の銀行強盗ね、うんうんうん、わちゃわちゃした感じが出せたんじゃないかなって、うんうんうん、なんか白子も もうちょっと勇ましくしていいよとか言われたりして、なんかもっとやっていいですみたいな感じで言われたんで、もうノリノリで行く感じでやらせてもらって、確かに、ね、でもどこのシーンを楽しみにされた方もね、うん、たくさんいらっしゃったと思うから、確かに、ね、やっぱアニメで見れるといいですよね。ね、紙袋スタイル本当良かったね。ファーストバックターンして、かわいそうで可愛い。そうなんだよね。いや、愛おしくなっちゃう。最高でございました。ではでは最後はこちらです。全員武器を捨ててその場に伏せて、銀行強盗、言うことを聞かないと痛い目に遭いますよ。皆さん怪我をされないようにおとなしく伏せててくださいね。武器は捨ててって聞こえなかった？あのみんな、くれぐれも一般人に危害を加えないようにね。ここまでは計画通り、次のステップに進もうかね。さあリーダーのファウストさん、指示をよろしく。ファウストって私ですか？もちろん、ひふみさん、いえ、ファウストさんがリーダーです。ボスです。ちなみに私はクリスティーナだ。あれ、あの子たちってアビダスの帰り討ちにしちゃいますか？いや、ターゲットは私たちじゃないみたい。全員無駄な抵抗はしないこと。さっき到着した現金輸送車の。わかりました、何でも差し上げます。金でも現金でも債券でも。今私たちが欲しいのは集金記録だけ。やばい、この人たち何なの？ブラックマーケットの銀行を襲うなんて、めちゃくちゃ手際いいし超プロフェッショナル。かっこいい、しみれる。これぞまさに真のアートロボ。不安涙でさ。できました、これでどうか命だけは。白、あ、じゃない、ブルー2号、ブツは手に入った？あ、でも、よし、それじゃ逃げるよ。全員撤収、アデュース。怪我人はいないようですし、さよなら。アルサも目キラキラさせすぎてて、お花まで生えちゃってたからねえ、アルも可愛いよ本当に。そうなんですよ、うん、気づかないんだね、
ね、気づかないわよ、アルサマは。ね、わからないんだ。ただ、ただアルサマ以外は気づいてますから。アルサマだけがもう憧れ抱いちゃってる感じなんで。すごいな。ね、でも、やっぱ改めて銀行強盗のシーンって、初めてアニメでなんかこんなか可愛く描かれてるっていうのもあれですけど、なかなかやっぱね、こんな可愛い子たちが銀行強盗するって、銀行強盗トレンド入りしてましたね。それだけ見たら何が起きたのかってみんなね思いますよね。どうしちゃったのって。最初の白子のみんな武器を捨ててってところが、あのバババババってあのそうやってから鳴ってるから、なんかもっと声を張ってくださいみたいなアフレコで言われて、それが一番今回アニメで難しかったんですよ。白子で張るってちょっと難しそうですもんね。行き過ぎるとこうキャラクターぶれちゃうから、確かにそれがなんかアニメになって一番難しかった部分だったなって思いました。確かに銀行強盗のシーンがね、あとののみちゃんのあれもあったけど、また張ってたね、難しい、ね、これ結構スタジオでできないで話題になったんですけど、そうだったの、私すごいすごい村さんすごいの手首が、いや、なんか、あ、なんかまた鳴った鳴ると思った、そうなんですよ、早くならんかって思っちゃった。体柔らかいから小倉さん、そっか、できる人できない人がいるんですね。そうなんですよ、このスタジオ作家さんしか、できなくて、なこれだけいて2人しかできない。じゃあ最終回までにちょっとずつ、確かにちょっとずつ、ね、柔らかくして、今日はこれくらいできた、小倉さんと一緒にやりたいもんこれ。できた時には小倉さんにまた来てもらって、最後またみんなでやってもらって最後嬉しい、またねってやる、バイバイって言って。確かにちょっと一生懸命練習します。ぜひ手首やはい、ではここで先生からのお便りを紹介していきたいと思います。ではでは、石飛さん、三浦さん、小倉さん、こんばんは。こんばんは。ラジオネームがレインの先生からですね、ありがとうございます。ラジオが始まるときにいつかゲストに来てくれたらなと思っていたら、こんなに早く来てくださるとは、ありがとうございます。もともとゲームでストーリーやキャラは知っていたはずなのに、アニメで小倉さんの声やお芝居が入ったら、ますます白子ちゃんが好きになりました。動いて声が入ることでこんなにも魅力が増すんだなと驚いています。小倉さんに質問です。アニメのののみちゃんやはるかちゃんはどんな印象ですか？また先日配信スタートした白子の絆ダイアローグボリューム1、歩みの歌についても聞きたいです。今まではアビドスみんなで歌っているのを聞いていたので、ソロ曲はまた違う印象で、とても白子ちゃんらしくてすごく良かったです。わかる、いいメール、わかる、素敵なメールをありがとうございます。ありがとうございます、レインの先生、ね、ということでどうですか、ののみとかはるかの印象、そうですね、でもなんかののみはやっぱりある意味アニメでよりなんか可愛さというか、なんだろう、面白い子なんだなっていうのが改めてよく分かった。面白さが増した、面白さが増した、そう、なんかプリアとこう癒しだなって思ってたんですけど、なんかやっぱ一緒に悪ノリに乗ってくれたりするところとかがすぐ乗ってきますもんね。そう楽しいし、あとやっぱアニメってあれじゃないですか、尺決まってるから、二人とも結構また変わったんじゃないですか、アプリでの、そうですね、芝居感と、なんかそれも相まってよりなんかののみちゃんは面白さが出されてて、はるかは逆にやっぱなんか可愛い、めっちゃなんか可愛さと、あとなんか石飛さんのなんだろう、ちょっとクールボイス、あ、嬉しい、ところが新鮮で、確かに嬉しい、そう、なんかやっぱあのトーンでね、こうお芝居するって難しいけど、こういい感じでみんなあのあるを引き立てるじゃないけど、なんかそう、便利屋みんないて、あの面白さがそれぞれ際立ってるなっていうところがあって、確かになんかすごい、なんかいつも後ろで聞いてて楽しいです、なんか癒されてました、確かに、でね、その歩みの話もあったけど、その話はまあ待ってください、まあ後でゆっくりさせていただきますから、はい、じゃあね、続いてのメールも紹介していきたいと思います。いくら先生です、ありがとうございます、ありがとうございます。小倉さん、三
浦さん、石飛さん、こんばんは。こんばんは。スタッフの皆さんも祝日のラジオ放送お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。待望の大イベント銀行強盗がついに来ましたね、うん、いつも覆面持ち歩いてるしろこちゃん、お金ももらっちゃって困ってるしろこちゃん、全部可愛かったです、うん、そういえば何気にブロアカでお札見るの初めてのような気がしますが、こんな感じなんですね。皆さんは1億あったら何したいですか？自分はブラーカに課金してガチャを回し、キーストーンのかけらで製造して贈り物を作り、シロコ3人を、絆レベル100にしたいです。だいぶリアルな感想、うん、金で1億あったらね、1億いけると思いますけど、金で絆を手に入れるんだな。本当の絆かな。そこまで行くのだいぶ大変だからけどな、でも確かにお札、そもそもブラーカの世界で見るのは確かに、ああいうお金なんだなみたいなところ確かに、ね、言われてみれば、うん、なんか青色っぽい、うん、ね、札束の感じだった。すごい着眼点が、ね、1億円ですって。なったらどうしますか？どうしますよね。でもなんか都内で生活してたら1億円なんて、なんかいや、そう、あっという間に。確かにマンション、マンションも買えない。オクション、オクション、オクション1億あったら買えるか。でもそれでもうなくなっちゃう、うん、確かに。それこそタワマンとかに住んじゃったら、うん、確かに、ね、維持できなくなっちゃう、ね、だからやっぱり投資に回したいな、私。増やしたい、その1億を。そうですよね、元にして。確かに、そっから増やしたいな。1億か、なんか欲しいものとかあります？買いたいものとか。でもなんか私コスメ好きだから、自分のプロデュースのコスメとかを、はい、買います。早い、はい、その1億円で買います。なんかそういうやっぱ新しいことにチャレンジするお金、投資ある意味投資みたいな、うんうん、ね、作ってもらうために私も1億円。しかもなんかブラーカイメージの、じゃあ私も出そう。ブラーカパレットとか作りたい。かわいい。ブラーカのキャラのね、なんかでも色すごい可愛いから、確かに、ね、のね、コスメの色に合いそう。確かに、ね、と思う。あとポーチとかプロデュースしてほしいです。いいですね。でもこれは行きますよ、多分。あの、行きますよとか言ってね、すぐそこにいるから。これは絶対お母さんが作りたいって言ったら行けます。コスメプロデュースした時はよろしくお願いします。お願いします。ヨスターさんからコスメってないですもんね。ね、新しい第一歩として、いいと思う。すぐ買うのが横にはいるんで。ここにもいる。ねえ、なんか今ここで二人いるから、ね、やりたい。絶対可愛いと思う。だってブラーカー女性もね、やってる方多いですね。そうそうそう、ね、女子も絶対好きな世界観だから、うんうん、確かに。じゃあ1億円の使い道はそちらで決定いたしました。決まりです。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ次、うん、続いて、カホー先生からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。三浦さん、石飛先生、ゆいちゃん、こんばんは。こんばんは。ゆいちゃんが演じるシロコはいつも落ち着いているクールなキャラクターに見せた、実はちょっとヤバいキャラクターですね、うんうん、そのギャップが大好きです。演じる時に特に気をつけていることは何ですか？うんうん、そのことなんですけど、気をつけてることか、うんうん、でもやっぱりなんだろう、この淡々と言ってるのがシロコの面白さかなって思うから、いかに狙わずにいけるかっていうところを、だから意識なのかな、してる気もするんですけど、でもなんか意外と私もたまにすごい変わってるねって言われることが多いから、そういう意味ではちょっと共感じゃないけど、なんかちょっとシンパシーを感じる部分なんですよ、シロコに。なんか淡々とちょっと変わってる部分が、なんかきっとある一緒の部分もあるんじゃないかなって思って、そこはなんか、だからなんかいつもシナリオとか台本読んでも全然なんかこう、え、何これと思わないんですよ。結構もうスッと共感してあげられるというか、入ってくるから、うん、だからそこをこう下ろして、うん、スッと言うみたいな。下ろしてスッとスッみたいな。小倉さんもその銀行強盗みたいなこと、銀行強盗。それダメでしょ。あれは驚かなかったですか？それは確かにちょっと驚きました。そこは確かにね、てそこはちょっと訂正させてもらって、共感できるっていう。そこじゃない。かかそうですね、さすがにちょっと犯罪は犯さないんですけど。そうか、そうか、はい、そうですね。失礼しました、失礼しました。日常の方のね、はい、方ですね。そうだよ、はい、そうだよ。そうだよね、ごめんごめん。え、でも覆面は被ってみたいなと思いますけどね。それもなかなかですよ、皆さん。やっぱなくな
なかかぶれないじゃないですか。確かにかぶる機会ない。どうですか、覆面ですか、ね、でも確かにののみちゃんほら一緒にかぶってたから、そうここにやってたし、お団子出てたのも可愛いんだし、かぶりましょうよ。じゃあかぶりましょう。よかった。それこそグッズであれだからよくないですか。確かに、だってグッズ欲しい。ブラータフェスとかで結構やっぱり販売されてた白子のカチューシャとかもかぶってることもあったんですよ。だから先生たち多分うちら、いや待って、あれみんなかぶってよ。だって警察とか本当に来ちゃうから。じゃあちょっと微妙に長さをニット帽みたいな感じ。え、ダメだよ、ダメ、目がまず厳しい。ニット帽じゃやっぱさ、ちゃんと中途半端だもん。そうだね、やっぱもうちゃんと覆面で、うん、イベントであれみんな被ってきてくれたらだいぶ面白いじゃないですか。確かに。だから注意書きに書いとけばいいんじゃない。ただしあの会場内で、あ、確かに被ってくださいね。街中で被るとびっくりしちゃうからっていう注意書き入れたら、だからみんな会場内で、ま、疲れってなるとキャラクター分だとだいぶちょっとコスパかかっちゃうから、うん、紙袋あたりからどうですか。確かに、みんなで確かに、ね、なんて紙袋で作るのもそんな大変じゃないかなみたいな感じするんで、それで様子見て、それでジャブって、ジャブって、あ、売れる意外とみたいになったらニット帽で生産みたいな。絶対欲しいよ。小倉さんがこんなに欲しいこんなに欲しい。なんと言ってもだって、できたんだ月に小倉さん被ってくれる。被ります。だって絶対こんな万抜だよ、小倉さんが被ったら。じゃあもうそしたらまたできたらまたゲスト来てもらって、うん、被って、うん、ポーズも決めて、うん、そう、来てもらわないといけないけど、あのコスメで来ても来てもらうし、そうですかね、覆面で来ても来てもらうし、うん、このポーズでも最後来てもらわないといけないんで、忙しいけど、うん、忙しいけど、みんなでいただいて、ね、楽しみだな。楽しいこと絶対できちゃう、ね、先生欲しいと思う。よろしくお願いします。ということでたくさんのメールありがとうございました。引き続きアニメ、ゲームの感想、そして私たちへのメッセージ、好きなキャラへの愛などなど、どんなことでもいいので送ってください。宛先は bar@joqr.net です。ブルアカラジオ、ブルアカラジオ、ヨースター先生、この学校アイリがバンドやりたいって、だからみんな猛練習中。ブルーアーカイブ、アイリもらえるの？ヨースターブルアカとちゃんたまだコラボ。うへー、おじさんの出番か。うん、頑張ろう。コラボ開催。ヨースター、夢、希望、苦難、挫折、かつてあなたも歩んだ物語、今度は生徒さんたちと一緒に。ブルーアーカイブ。ヨースター。先生、寝てるんですか？いたずらしちゃいますよ。あブルーアーカイブ。ブルアカラジオ、続いてはこちら、ブルアカインフォメーション。ブルアカに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。本日はこちら、ブルーアーカイブ ジ・アニメーションブルーレイ発売決定。現在放送中のブルーアーカイブ ジ・アニメーションのブルーレイ全4巻の発売が決定しました。各巻に各種特典のほか、ゲーム内で使用できるアイテムや対策委員会メンバーが登場する特別メモリアルロビーのシリアルコードが付属されており、先生たちから豪華すぎという声が多数上がっています。はい、ということでね、ブルーレイの発売が早くも決定しました。8月28日水曜日に第1巻の発売を皮切りに、最終水曜日に全4巻まで発売されます。これね、だいぶ特典がすごいで話題になってましたけれども、
すごいんですよ本当に、うんうん、どんだけつくの？もうなんか字が、ね、多分今もはやどれが主体なのかぐらいのいそうなんですよレベルですよね。おまけでブルーレイついてくるんじゃないかってぐらいいやそうすごい、ね、だからゲームやってる先生からすると、うんうん、普通にもうこれブルーレイを買った方が、うんうん、購入アイテム購入するようなお得なんじゃないかみたいな出てくるぐらい ね、 ね、ありますけど絶対見えてないね。うん見えてないと思うそうだよね、ガビガビだよね。あー確かにね文字がそう、うんうん、でもあとはねその全巻収納ボックスのジャケットがめちゃくちゃ可愛くて、うん、かわいかった。これもねこれはもう集めるしかなくなる感じのデザインも、うんうんうん、これ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 かわいい、全部買わなきゃって思う。かわいい、みんなみんないい表情だよ。全巻が星野先輩がついてくるのがね、うんうん、なんかそれがまたね、そうなんですよ、うん、エモいというか何いうか、いや、そうなの。各メンバーの確定募集チケットとかだったりね、うんうん、メモリアルロビーをダウンロードできるシリアルコード、うん、すごいすごいですよね。特典すぎる。そうなの、ゲーム特典もさ、あんま見たことないかもしれない。こんなに確かに。こんなにそうなんですよ、うんうん。クレジットポイントとかもかけらとかね、いっぱい。これ見て。すごい。文字ありすぎてごめんなさい、全然わかんないとは思うんですけども。これはゲットする以外のね。そうなんです。もう手段がない。ない絶対ゲットするしかない。うん、いやそのボックス使いますから。てか全部使いますから。そう。そう、あるに越したことがない。いくらあってもいい。そうなの、素晴らしいですね。ゲットしていただきたいなと思っております、うん、はい、はい、こちらは現在ですねヨースターのオンラインショップ他にて予約受付中です、うん、一部販売店舗では購入特典キャンペーンなども実施中ですので、詳細はテレビアニメの公式サイトをご確認ください。はい、では続いてのニュースに行ってみましょう、うん、ブルアカキャラクターソングシリーズ青春アンサンブルの最新楽曲と新シリーズ絆ダイアローグ第1弾が発売。毎回話題のブルーアーカイブのキャラクターソング、その最新楽曲が発表されました。現在展開中の青春アンサンブルシリーズからはボリューム4忍術研究部とボリューム5補習授業部の2つが登場。さらに新シリーズとして絆ダイアローグがスタート。気になる第1弾は本日ゲストの小倉優衣さんが演じる白子となっています。はい、ということでね、うん、青春アンサンブルはね今まで忍術研究部の、うん、あのコミカルで ね、 そうだね、とっても可愛らしい楽曲と、うん、で補習授業部の、うん、あの4人のね仲がいい感じがねすごく出てる、伝わってくるよね、そう曲がね出てたんだけど、うんうんうん、あの今回はね、うん、キャラクターソング新シリーズ絆ダイアローグ第1弾が小倉さん演じる白子やってましてね、で曲名が歩みとなってます、はい、そうなんです、よかったな、ありがとうございます。こちらねブルアカの輝きサマーデイズをね私たちがあのアビドスがね歌ったんですけど、あのあと一日一役レッツゴーでもね担当されたイオシスの優野よしみさんがやってます。で作曲はおなじみのノルさんが担当しているということで、おなじみ最強メンバーでお届けしておりますけれども、じゃあもう最高じゃんね、ね、聞く前から間違いないって感じですけど、シロコのこうキャラクターソングが出ますって聞いて、うんうん、曲を開けたら、うん、なんかすごいなんだろう、この青春も感じるし、うんうんうん、より先生との絆を感じる歌詞というか、あったかくなる感じ、そうそう、だからすごいこれはキュンとするだろうなと思って、うんうん、なんか歌い方とかもこう優しく柔らかく、なんかよりこうシロコの心になんかこう入り込んでというか、うん、歌わせていただいて、そうだったんですね。レコーディングの時どんな感じだったんですか？あ、でもディレクションとかなんかスムーズすぎるぐらいでしたよね。なんかもう、そうなんですね、何も言われなくて、それぐらいもう小倉さんが白子だったってことが、なんかバッチリですみたいな感じで、だから私はすごい気持ちよく歌わせていただいて、うんうん、帰って行きました、うん、泣いた心まで、本
かあとよろしくお願いしますみたいな感じで、でも本当になんかあの白子の歌声、はい、優しさもありつつ、うんうん、そうだね、うん、曲調がすごく明るめのポップな感じですよね、うんうんうん、そうですね、確かに確かに、でもなんかディレクションで結構やっぱり、うん、あの先生とのその思いみたいなところをもっと入れてもいいですよみたいなことを言っていただいて、あ、いいんだって思ってなんか歌ったんで、結構やっぱ可愛い白子というか、なんかこうね、本心みたいな部分が、確かに等身大の白子の感じがしましたよね、出てるんじゃないかなって。でね、そのアルバム購入すると聞くことができるボイスドラマもついてきますけれども、こちらね、第4のボリューム1、全力終わらない鼓動と、うん、これもすごい先生に楽しんでいただいてるっていう、めちゃくちゃ最高の話を聞いていまして、めっちゃ可愛かった。だってこれどこまで言っていいんですか、うん、そのもう言って、あ、お手でつないでたじゃないですか。そうなんです、めっちゃ可愛いと思って、なんか本当今まで見てこなかった白子の、確かにそう、一面が、うん、出てる。最初からこんなに白子ちゃんってっていう感じですよね。もうなんか全然待ってないよって言いたがってた白子とか、え、待ってないよって言いたいタイプなんだみたいな、なんか大丈夫かなとかいろいろ気にしてたり、めちゃくちゃ可愛かった、すごく女の子、女の子ね、なんか青春だなって思ってこの収録はどうでした、うん、収録はでもやっぱり一人だったので、もちろん、うんうん、あの先生を、うん、との距離感をやっぱりイメージしながらやらせてもらって、うんうん、でもそういう意味では結構自由にやらせていただけたので、あ、どこまでやっちゃおうかなって思いながら、はい、はい、なんかやって、本当に可愛さが元気とかしますね。いや、でも楽しかったです。なんか本当にそれこそちょっとデートじゃないけど、うんうん、情景が浮かんだから、うん、私も本当にこう入り込みながら、うんうん、こう先生と一緒に過ごしてる空間、時間、うんうんうん、景色みたいなのがもうバーってこう浮かんできて、うんうん、私もすごい思い出になってて、楽しかったなみたいな。でも本当あのボイスドラマ見て、あ、聞いて、うんうん、曲まで聞いて、本当一作品みたいな、いや本当になんか先生と素敵な思い出が作れたなっていう、そう印象があって。これ収録自体はどっち先にやったとかあるんですか。あ、どっちだったっけ、どっち先でした、歌だったかもしれない、どうだったかな、でもほぼ同時ぐらいの感じで、先に確かこのシナリオを燃えましていただいてたので、うん、なんかいろいろこうイメージ膨らませながら、あ、なるほど、そうできて楽しかったです。でも本当に重ねるというか、うんうん、最後白子が笑うところが、そう、そこ、そうなんですよ、そこ本当に演じる時も楽しそうに白子が笑うなんてと思って、そこは私もちょっとドキドキしました。なんか新境地だなと思って、うん、確かに、そんな、なんか先生にしか見せない白子の表情って感じがしてね、めちゃくちゃ可愛かったな、ぜひ見ていただきたいな、うん、でね、そう、ちょっと話戻っちゃうんですけど、うん、青春アンサンブルのジャケット、ね、ジャケットがね、すごく可愛くって、可愛かったよね、うん、さっき見たやつね、そう、これね、そう、これが忍術研究部の、うん、忍術研究部ただいま三条の巻っていうやつだね、うんうん、ジャケットで可愛いね、うん、この3人のこのわちゃわちゃ感が ジャケットにもすごく出てて、ブルアカ毎回ね、この出る CD のジャケットほんと可愛くて、そこも注目ポイントかなって感じなんですけれども、うんうん、これもね、アルバム購入でのみボイスドラマがつくね、うん、本当にどれも最高ということで、うんうん、で次がこれはね、うん、ボリューム5、補習授業部のメンバー、うん、みんな自撮りみたいな感じ、これもすごく可愛いよね、また違うよね、忍術研究部のわちゃわちゃさとは、うん、雰囲気がまた変わってね、全部違う青春感があって可愛、うんうん、い、とっても可愛いですね、可愛い、そうなの、なんか見てるだけで癒されるってすごい、確かにですよね、ブルアカのイラストね、って感じで、うん、本当にめちゃくちゃ可愛いですね、うん、はい、じゃあ本日ご紹介した3つの楽曲が CD 版と配信の2形態にて販売となっています、発売ですね、となっています。配信は各種配信サイトにて絶賛発売中、 CD 版はヨースターのオンラインショップで5月12日まで受注受付中で、こちらは特典としてアクリルキーホルダーがついています。詳細はブルアカの公式サイト、公式 X をご確認ください。ではここでせっかくなので、あゆみをお聞きいただきましょう。小倉さん、曲紹介お願いします。はい、それではお聞きください。ブルアカキャラクターソングの新シリーズ、絆ダイアローグより、白子 CV 小倉優衣であゆみ。夜明け前の
熱を帯びた風が頬撫でる心の奥に秘めたのは迷いなく明日へ向かう意志人知れず駆けていく走り出したこの道の はい、続いてはこちらブルアカラジオ対策委員会はい、ということで野々美が所属しているアビドス廃校対策委員会は膨れ上がった借金を返すために奮闘していますが、実はこのラジオにも借金があります、現在の総額は98万円なんか減ってのリアルだなでももっと多かったんですよ。もっとあったんですか。あれだってしかもさ、あのこれをやってなかった間もケータリング代とかも加算できたはずにもかかわらず、膨れ上がってたはずなのに、これはあれださっきコインが鳴ってたのはつまりそういうことですね小倉さんが小倉さんが喋るたびになんかコインの音してましたけど、小倉さんの可愛さに返事はできてました。スパチャだったこれは、そんなシステムがだとしたらもっと減っててもいいそう、そうそうそう、可愛さにお金を投げていたんだとしたらもっと減っていてもいいちょっと待ってたところもあるあ、やっとなったっていう。ありがとうございます。お母さんが来てくれたおかげで借金が減りました。よかったです。お力ができたなら98万という借金を。いやちょっとリアルですよ本当にもっとなんかやばみたいな金額、1000万とか何千万とかで98万ねえでもこれまたこのコーナーの度に増えるよ。え、そうだよね。小倉さんいっぱい来てもらった。完済しないとですね。そうなんですよ。ということで、このコーナーは借金を返す返済をするために私たちパーソナリティ2人が毎回さまざまなチャレンジという名のアルバイトをしてその成功報酬を借金に当てていきます。本日はこんなメールが届いていました。ラジオネームしみしみおしみ先生、ありがとうございます。ブルアカやアビドスでアイエオ作文を作れば借金返済できると思います。なるほどねということで本日は私たち3人でアイエオ作文に挑戦して、いい感じのものが完成したらお金がもらえるそうです。なんか全然さ、これが借金返済できると思いますか。全然わかる、あまりにもメールが淡々としすぎててさそうなのかなみたいないい感じのものだって、はい、ということで、ここにお題が入ってます、はい、ボロボロだよ。これ借金してるんでボロボロなんです本当だ。なんかこんなの小倉さんに行かせる、申し訳、いやいや小倉さんは関係ないのにごめんなさい。いやいや買ってくればよかったんだ。やっぱここは早速ゲストのね小倉さんに聞いてもらいましょうか。はい、りました、じゃあ引いてみます、はい、じゃあこちら、はい、はい、お題、はい、あお、いいですか、はい、そしてののみの魅力をアイドルで表現してください。アイドル、最後のドルっていうのは、あ、確かにアイドルだよやっぱり。なるほど、そういうこと、ののみだからドルで、ドルで、魅力だもんね、ののみの魅力ね。私ドルで知ってる言葉一つしか知らないけど、でも一つあるからいけるかも。とりあえずやってみて思いつきました。じゃあ頑張ります。じゃあ早速行ってみますね、はいはい、愛嬌たっぷりいいスマイル、おドルを稼ぎますえ、ドルのみえ、まあ、私ドルが一番高くはあるけど今そうだね、やっぱそこを狙ってるところがやっぱお金持ちの秘訣なのかな、うん、なるほどねそれをね、どんどん行こう、どんどん行こう。直球だったのドル確かに直球なドル。じゃあ次は、あ、じゃあいいよ、こちら
柴関ラーメンの魅力を柴関で表現してください。柴関、じゃこの逆から言ってみる、逆から、うん、で柴関ね、 OK。 ババーなかなか難しいですね。バラーメンでバ柴関ラーメンの魅力をね、うんうん、OKOKOK。 じゃあ行きますよ、うん、しっとりチャーシュー、ババリカタ麺、うん、はてな、せき込むほどうまい。それむせてんじゃねえか。なんでむせてんの。むせてんじゃねえか。熱くて。ちゅーちゃん、ちゅーちゃん引きな。あ、じゃあ、うん、セルフ引きで。じゃあこれだ、うん、あ、何シロコの魅力を、いったちゅーじゃん、かみ、髪で表現してください。おお、お髪、オッケー。じゃあここはやっぱ、うん、最後は白子だから締めてもらって。おね、どっち頭やる。どっちもいいよ。じゃあ一発目。じゃあ私お髪で、お髪、どっちでもいいよ。おだしな、おだしな、突っ張りちゃった。同じようだからね。じゃあ行くよ。お大人っぽくて幼さもありつつ神のような存在感。間違いない。自分で絶賛しちゃうっていう。でもしろこ存在感あるじゃないですか。しろこ小倉さんが言う。すいませんね、本当に。自分のキャラなんでね。そう、本当に。はい、じゃあラスト1個、じゃあ小倉さんにここは最後引いてもらいます。最後もう1個、なんか綺麗にそれぞれのキャラクターに ね、 確かにね、関係あるもの引きましたけど、ラストは何が、あれあるかな。あれありますか。この後関係あるから、あるか。あ、端っこに。あ、じゃあ、なぜボロボロで、ごめん。あ、最後っぽい。あっ、ブルアカの魅力をブル、アカで表現してください。赤、うわ、これ難しい。誰、赤どうする。ブルアカ、あげなさい。え、私、そう、じゃあ急になんか来てもらって無茶振りして。じゃあ、エリちゃんブで、私ブで、オッケー。ル、赤、赤赤ってなんだ。ブルブル震えちゃう。え、ブルアカ、ブルクでルンルンになっちゃう。赤、明るい気持ちに最後はなるよね。ちょっと、これはちょっとブルブルしちゃう。だってブルブル、いや可愛くてブルブル。小倉さんの最後もだいぶ面白かった。赤ってないっすよね、おかゆ。いや、難しい。ブラアカでって難しいですよ。ねえ。赤ちゃんしか出てこなかった。確かに。赤ちゃん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 って言ったけど。赤ちゃんあったかみたいな感じだったけど。いやいや、赤ちゃんもだいぶわかんないですけどね。そうですね。まあ、どう転んでもきっと、そうですね、こうなってたか。しょうがない。ということで。はい、ということで、はい、今のが最後のチャレンジでした。はい、いや、どう…でも頑張った。小倉さんがすごい頑張ってくれたので。いや、そうかな、優しいね。うん、だって2文字難しいですよ。難しい。それを2個も任せちゃった。任せて、こんな無茶ぶりで。でも可愛かった、神のような存在がある。神のような存在の小倉さんが言ってるわけだから。そうなの。成功報酬。それでは、はい、私たちが今回稼いだ成功報酬を発表しましょう。はいはい、こちらです。出てくるんだ。これすごいですよね。うん、あ、本当に初めて。え、すごい、すごい、前はゼロだったんです。結構厳しめなんですね。そうなんです。でも3万円、時間単位にしては、うんうん、いい時間単位、いい感じに時給で考えたら3万円、すごい素晴らしいよ。嬉しい、やったました。こんな感じで私たちが借金を返すための企画案をお待ちしてます。以上、ブルアカラジオ対策委員会のコーナーでした。ブルアカラジオ、
送りしてきましたブルアカラジオ、そろそろお別れの時間になってしまいました。そしてこの番組超 A&G プラスにて毎週月曜日21時から放送中ですが、ブルーアーカイブ公式 YouTube チャンネルでも毎週火曜日20時頃にアーカイブ配信を行いますので、リアルタイムで聞き逃しちゃったって方やもう一度楽しみたいって方はぜひそちらのアーカイブをご利用ください。さらに毎週土曜日21時10分頃からは A&G トライバルレディオエジソン内にて10分間のミニ番組ブルアカラジオエジソン課外授業も放送中。こちらにも小倉さんに参加していただきます。ぜひそちらも聞いてください。はい、また番組公式 X もございます。そちらのフォローもよろしくお願いします。そして来週の番組に関しましてお知らせです。来週5月5日の放送はゲーム内で現在開催中のイベント、あ、6日目か、ごめん、あ、失礼しました。5月6日の放送はゲーム内で現在開催中のイベント IVE ALIVE の感想も紹介するので、ぜひそちらのイベントの感想もぜひぜひ送ってください、うん、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。いや、なんかもうあっという間すぎて、なんかコーナーも楽しかったからよかった、私もまた借金を返済しにはい、ぜひ次年かぶってきてください。次は譜面も、いやもうお行儀よくしたかったけど、うん、無理だった無理だったけどね。頑張った頑張れなかったな、あっという間すぎてもう終わりなんだっていう感じで、うんうん、ね、嬉しいです、ね、嬉しいです。そして先生もね、いろいろ、ね、お便りとか見てくださってて、うんうん、はい、ありがとうございました、ねね、ぜひあのアニメもねまだまだこの先、うん、熱い展開が待ってるのでね、うん、はい、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。はい、はい、それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はブルーアーカイブ野々宮役三浦千秋と、はるか役石飛エリカと、そしてゲストの白子役小倉優衣でした。先生またね。この番組はヨンスターの提供でお送りしました。